バン新一郎のここで物言いです。 この番組はフリーランスアナウンサーで大相撲取材歴が40年にも及ぶという番新一郎さんがいろいろ大相撲界に関して思ったことを勝手に感想を述べる自主番組でございます。さんよよろろししししくくおお願願いいいたまますす今場所もということで大阪へ序盤に3日間ほど行ってまいりましたはいでまあ大阪場所はねあの今回高野花親方担当理事で頑張った今年もね。って今場所もねあの今年も去年に続いてですけれど。あの ちょうど十回の、あの大入りが出ました日、前読んで。書いてましたね。そうなんですよね。ただ、あの十日目に関してはね。ちょっと空席が多すぎてね。火曜日ですか。祝日前の。そうなんですよね。これが少しね。どうかな。という感じは正直言ってしましたけれど。まあ、あの、私も行った時もそうでしたが。あの、喜怒入るとですね。もう親方がちょうどあの優勝試合の前のところにね、いて。 ずらっと行列ができてる、何事かと思って見てると、色紙にサインをしたり、写真に一緒に収まっていたり、握手をしたりということでね、ファンサービスに勤めていました、そういった一生懸命さが、このお入りにつながったのかなという感じもします千秋楽はあふれてたんで、それを鳴らせば、火曜日も許せるかなという感じじゃないですかまあそうでしょうね、いずれにしましても、若隆全盛の頃はね、もう15日間全部、その頃と比べたらですけど、いずれにしても素晴らしかったとは思 思いますけど、はい、そういう点ではね、ええ、でことかぜ。風はい、あの今のお車,お車。久々に。そう、N. H. K. の相撲放送に出てきましたので、はい、でしっかり喋ってましたから。ご病気でちょっと。 しばらく離れてたんですね、だいぶずいぶん離れていたしましたね。で、あの会った時もやつれていた感じだったので、心配したんですけれど、放送を聞いてる限りではね、あの本当にしっかりした喋り方に。そうですね、お声をね聞く限りで、ちょっと最初見た時に、あだいぶちょっと大変だったんだなっていう感じを受けました。そういう点では、あの非常にホッとしたというと変ですけれど。いや、ホッとしましたね、あれね。で、それからあの木村珠光さん、前回尾形さんの時に、正直さんの流れで、あの正光って言ってしまいましたけど、珠光さんね。 あの玉光さんも今場所復帰をしたと。一年ぶりぐらいですか。そうです。濃厚層関係でずっと休んでしたね。で,はい、で、まあ話を直接聞きましたけれども、ええとにかくまあゼ高調とはあの言えないけれども、えええー、ただまあ一番一番、えー、で一日一日しっかりさばくだけですよという言い方はしてましたね。まあ、まあ、もう度合上がれるようになったってう、ね、そうこれだけでも大きいですよね。はい、で、それからあの相撲放送ということで言えばね、ええ、高見盛りが。 あ、今、あのー、総合テレビでやりましたね。正面の解説。やはい、いやー、これ、どうなるか、本当は正直言って、心配だったんですけれども。はい、どっちかというと、もう。 えー、パっと舞い上がっちゃう人だからそうです、ね、特にその放送みたいになんか時間に追われるような感じだと、うんえー、あらーこれ言葉に詰まってどうにかなるんじゃないかって心配したんですけど北桜が最初そんな感じですね <laughs> 初めて解説やった時が。ところが立派でししたたね、うん、素晴らしかったですでまあ,あのその絡みで言うと,、はい、えと大気模十両のね、はいえー、この仕切りの所作、あのー、がですね、えーえー、非常によく 高見と似てきた時間いっぱい前の時の気合いの入れ方があえて言えば真似したっていいますかね似てきたということもあって放送の中では高見盛が「ただのものまねや人気取りのためだったら正直やめてほしい」としっかり言いました審判部の方からも大規模に「ちょっともうやめなさい」とか「自粛しなさい」みたいなねことでそれ以降大規模も。 それはやめたとじゃあ真似だったこれを認めたっていうことでな何とも言えないですけどねええ、ということだったのであの来場所またなんか新しいのあの新技をぞてくるかもしれない衣替えするかもしれないちょっとそのあたりも注目をしていきたいなと思います。はい。まああの相撲の方で言えば土俵の方で言えば白鵬が圧倒的な強さを見せちょっと金曜日で決まるっていうのは場所の流れとしてはそう十三日目じゃあね金土日前にはなりましたが でまあ、ただ、やっぱり、えー、スピード白鵬、はい、のスピードですね、うん、特に技のスピード、はいえー、こういったものにはもう簡単せざるを得なかったですねだから終盤、例えば疲れが出てきたときにね技のスピードどうなのかなと体の運びどうなるかなと思ったんですけれども、はい、ほとんど落ちていませんでしたもんね、えー、で投げが本当に切れていたなと。うん ですから稽古場の土俵を見ているような感じでしたけれど15勝のうち7勝が投げで決めてますからこの辺りも素晴らしいなという感じがしました千秋楽の土俵で言えばねそういえば三勝が結局沖岐の海の関東賞だけになりましたそれも千秋楽勝ったので条件をクリアをしたという形になって三勝取ったわけですね。 豊ノ島が7勝7敗で千秋楽、栃王山に勝って結局負け越してしまったので三勝十勝ならなかったわけですよ。これ実は三勝の選考委員会のところでは技能賞候補としては栃王山も名前が上がったんですよ。最終的に桁ですもんね、ね。勝勝敗。敗 えー、4大関破りましたから、はい、先場所も先々場所も3大関それぞれ破ってますのでね,でね、はい、上げてもいいかと思うんですけど、えー、1票しか今場所あの手を上げる人がいなかったんですよ。<ー>だもので技能賞候補は千秋楽に勝った豊ノ島と、はい、こういうことだったんですけれどもまあこれがね、えー、皮肉なことにといいますかす、ね、7勝7敗で土俵に上がって 土地王山に敗れて、うん、結局あの主勲賞ならずと、はいえー、横綱・春馬富士を破りました大関も破りましたけれども、えー、結局負き越しということになりました、うん、で、えー、技能賞も結局候補は上がらなかったんですよね、えーまあ、なんかあの後で聞くとあのー、沖の海に、はい 1>, えー、1票だけ入ったらしいですけれども結局これは該当者なしという,、うん、う,いう形になりましたからこれ沖岐の海が。 千秋楽敗れてるとですね。あの三勝ゼロっていう今までなかったんですよそういうことね。そういうことにもなりかねなかったので珍しい状況でした。えまああの木の実の活躍というのがね。本場所のよく前に出てましたよ。以前はとりあえず組むことにまあこだわっていたのかもしれませんけれども、ちょっとその意味であの弱さがねあったのかなという感じが。千秋楽あの動きの早いね妙義龍勝ったところはなかなかいいお相撲だったと思います。だそうですね。なかなか立派でしたよね。 で五栄道も頑張りました。これで地元あ千円すごかったですね。五栄道の人気でしたね。で、五栄道と栃尾山、まあ先場所も関脇け小結びで、今場所も関脇け小結び変わりませんけれども、いやあのこれ学生時代から五栄道があ騒いですね。そうそう。で、栃尾山の方があの影山でした。この騒い影山でずっとライバルできましたから、またあのこういう形でライバルだということで盛り上げてほしいんですけれど。 番付がちょっとね楽しみっていうと語弊があるかもしれませんけれども、はい、先場所は地王山が東の小結で8勝7敗で東の小結止め置き、はい、これは分からないでもなかったんですけれども、えー、さあ今場所こ10勝5敗でも 4大関破ってるでしょ今、関脇に豪栄道とそれからあのバルトバルトも勝ち越しました、はい、序盤非常にいいあのバルトらしい相撲を見せてくれましたけど、はい、この2人がいて果たしてまた10勝5敗で小結びに止め置きになるのかねこれ、バンドの張り出しを作るか作らないかっていうのはこれはまあちょっと注目をしてみたいなと。 私の場合これ。ちょっと気の毒ですね。ねえかか大関一人休みで、二人八勝七敗、稀勢が十勝したいますけども。えー、っていう状況で。うん、大関はとにかく鶴竜とね、琴奨菊が、まあ琴奨菊中盤ちょっといいとこありましたけど、あと終盤崩れましたし、二人八勝七敗だし。はい、ええー、琴大衆はもう早々と休んでしまうしということでね。これは大関頑張ってくれないと、稀勢、うん、の里も。やっぱりなんかあの、強いんだか脆いんだか、っていうような。 感じでその抜け抜けで序盤来ましたからそうですね、えー、白星と黒星交互にね,ね、はい、だもんですからねまだ横綱っていう声はちょっとかかりにくい感じは正直言ってありますね,ですね地元の豪遊堂まあ十勝二桁でここからまた次の目標があると思うんですけども、はいうん、思い出すのが、えー、九州場所でしたっけあの大鉄が手を挙げて春馬富士戦、うん、あれで 調子っってててて二桁逃してっていうあの途中で止め取、ね、り直して負けちゃったわけですけれどもなんか非常に優勢だったのが、うん、あれがなければ本当はこの場所ずっと二桁で大関取ってたかなって <laughs> 今頃工場述べてたんじゃないかなっていう気もするんですが、あのー、これ、レバタラだからね、えー、いやまあそれも楽しみましょうよ、この際いやまあもちろんそうですけどね、はいあのー、やっぱり、まあ、栃尾山の場合もそうなんですけれども、えー、まあ今場所、五栄道少し変わってきたなとは思いますが、えー、やっぱり守りに入った時の相撲がね、うん ちょっっっとととやっぱり、まあ、弱いと言っていい言て思うんですけどあそれ誰か解説でも言ってましたが、ね、栃王山などは特にね、えー、攻めの時は強いけどね、えー、守りに回るともう何せもろい豪栄道もそういう傾向があるのでねそこをもう少しこうちょっと私の要求レベルが高いのかもしれないけれど、えー、そこをもうちょっと何とかしてもらいたいなっていうところは正直言って それからね、さっきあの豊ノ島の話をしました7勝7敗で負けたって話をしたのでちょっと付け加えておくと今場所は7勝7敗力士が千秋楽どうだったかと7対決を除いてになりますが7勝7敗力士の千秋楽の勝敗は十両以上で2勝5敗ですよ負けた方が圧倒的に多いということになるんですけれどもねそれも一言ちょっと付け加えておきたいと思います。ではい えー、あとその優勝力士という点で見ると、はいあのー、十両は極州鵬でした、はい、東十両の2枚目でやっぱり同じくあのモンゴル出身の東龍を決定戦で破って、ねうんはい、12勝3敗で優勝しましたけれども、あのー、また幕内も十両もモンゴルかという感じは正直言ってあるんですけど、はいうん、あと、こう下見ていくとね三、はい、段目土佐豊。 誰ってね、極端に言うとですよ、だって幕内にいたたかがあれ、こんな下なのっていうね、やめて新しい人が出てきたのと思ったぐらいだったんですけど怪我のためにね、左の膝でしたかね、そのために3場所連続休憩をしてあっという間に3段目まで落ちました、重量の上の方にいたんですけれども、それが3段目、西の84枚目。 という土佐板塚といあのは高知の高知工業から東農大へ進んだんですけれどもこの人の記録見てたらね、平成失礼、2007年ですから今から6年前ということになりますが3月場所にデビューして5月場所は序の口で6勝ぱ敗だったんですけど、その後、と7月場所、9月場所、11月場所と序二段、三段目、幕下と。 えー、これ全部7戦全勝で3場所連続、はい、で前相撲からでいうと、ええ、まあ遺体鋼鉄山ですね後の、はい、に並ぶ史上最速タというね、はい、所要6場所での十両昇進と。ええで 30連勝っていうのはこれ幕下以下の連勝記録としては最長だったんですねお意外な記録が出てまいりました幕下つけ出しから連勝とか早いっていうのよく聞くんですけどもそうなんですか序の口からっていうのはそうなんですよねまあ彼は前相撲から取りましたのでこの台まで行ったのでねですからそういうこともまあ可能だったのかもしれませんけれどもそれにしてもね非常に珍しいでちょっとゴリラ に顔つきがちょっと似てるんで、あのう、ゴリラのなんか模様って言うと変ですけど、絵柄のね。トサ家はみんなそうなんですかね。土佐の。してましたけど。土佐のゴリラには似てます。ちょっといや、ワイルド系って。あ、ワイルド系。あ、そう、おとなしいイメージがあるけど。あ上がってきた時は確かにワイルドな感じがしました。ね、まあ、しばらく落ち着いた感じになってきたのでね、あれですけれども。最後のそうですね。はい。ということで、その、そういえばね、その土佐豊と、それからその曲集法。これ。 あのまたあるそのつながりがありましてね、ええ、どういうつながりかって調べてみたら、はい、去年の名古屋場所、ええ、中日8日目から極州鵬は西十両の筆頭で,、ええ、で土佐豊は西十両8枚目で、ええ、共に球場だったんです<ー>同じ日に3度目の休場に両力士ともになったんですけれども極州鵬はその後まああの休んだりもしましたけれどもあのー。 幕にも回上がりました年高の方はさっきも言いましたけれども三段目までおっしゃったんですけどねこの曲集法について言うとその7月場所西十両の筆頭で初日から7連敗の後休場したんですけど幕下へ次の場所落ちたんですよ。一気に十両の筆頭だったのに確かに15連敗と同じですからそれにしてもねそんな記録は調べると。 大正年西暦でいうと1913年の5月場所にそういう例が一つあったつまり100年ですねおよそ新記録だったんですけどまあすぐに6勝1敗で十両にね曲周報戻ったんですけれどもということでその球場とそれからその番付のことをいろいろ調べてくると曲周報とか土佐豊ていうのはあるつながりを持ってね出てきて面白い記録そうするとねさっきあの 番付で富士、えー、山がどうなるか張り出すっていう話がありましたけど、ホーマショウがね、ええ、あ,あ、ホーマショウが怒っ,ってた、はい、そうあの肩あのね、ええ、剣を痛めて手術をして。ええ